こんにちは、速稼塾の久保でございます。ちょっと雑談まがいにね、メルカリのことをお話ししようかと思うんですけども、私がメルカリを始めた頃って、私麻雀店をやってたんですよね。で、ちょうど麻雀店を閉店する時だったんで、備品をメルカリを通じて売ろうかなと思ってたんですよ。で、そこで考えたのが、麻雀の全自動卓をメルカリで売るっていう形だったんですけども、当時ね、メルカリに全自動麻雀卓を出してる人が誰もいなかったんですよ。ゼロ件です。で、そこに私は12台の麻雀卓を出したんですよね。そうすると競合がないんで、まあ綺麗に売れましたね。結構な高値で売れて、もうあっという間にね、100万ぐらい利益が出ちゃったみたいなことがあったんですけども、まあ本当に店舗を畳むときにメルカリっていうのはいろんなものを売らせてもらってね、その一番売れたものが競合のない麻雀卓だったかなっていう形です。まあ中にはね、店に取りに来る方がいらっしゃって本当に助かりました。あの施設はね、本当ありがとうございます。そして何よりも嬉しいのが、その麻雀卓がね、私の店はなくなりましたけども、まだ現役であっちこっちで今でも今日こういうこの瞬間でも稼働してるんじゃないかなと思えることなんですよ。そして去年から始まったコロナ禍で、なんとね、筋トレジムに通えない方のためにホームジムが結構売れてて値段が高くなってるらしいんですよ。だからそこでね、またね、ホームジムで儲ける方法みたいなノウハウも出たりとかしてるんですけども、さすがに今落ち着いてると思いますけどね、供給も十分来てますし。で、今この瞬間、結構ね、今度は楽器が売れてるらしいんですよ。ギターとかね、ベースとかね、ああいったものです。ドラムはいまいち売れてないって聞きますけども、フルートとか一人でできる楽器が結構売れてるらしいんですよ。で、一人でできる楽器を持ってインターネットで集まって、なんかコンサートみたいなセッションみたいなことをやるっていうのも流行ってるみたいでね。で、それに参加して、まあ、リスナーだった方が自分も買ってやってみるみたいなとか、通信で楽器を教えるみたいなのも今流行りだしたのかな。まあそんなにバンバン流行ってるわけではないですけども、これからトレンドになるんじゃないかなと思いました。まあという形でね、風が吹けばなんとやらと言いますけども、まあ、いろんなね、ことが世の中起きます。そしてそれを注意深く見ていけば、しばらく先、3ヶ月先とか6ヶ月先とか1年先にどんなものが引っ張りだこになるかってことは、今私がお話したみたいにね、いろいろと予測できるんじゃないかなと思ってるんですよね。ちなみにですね、スマートフォンの中古ってのもずっと人気だったんですけども、ここに来てね、またちょっと人気を出してきたみたいで、まあスマートフォンは目立つんでね、あんまり高値をつけることはこれからもないと思いますけども、まあいろいろとね、本当に面白いなと思いますよね。まさかこんなもんが売れるなんてとかね、楽器なんてずっと叩き売られてたわけですよ。今は楽器結構品薄になってきて、それからアンプとかもね、こういうちっちゃい、すごいワット数の少ないやつですよ、20ワットとか10ワットとか、あの辺のがよく売れてるんじゃないかなと思いますよね。しかもブランドマーシャルとかっていうの上で、一人用のね、6800円のやつがありますから、あれの中古でなんか2000円3000円みたいなの出回ってるみたいなんで、なんかすごい面白いなと思うんですよね。確かに家の中でできるエンターテインメント、楽器ってのはありますよね。そして何人かで集まってバンド活動みたいな、リモートバンドっていうのがね、もしかしたら面白いのかもしれません。はい、ということで今回は雑談まがいにね、メルカリというテーマでお話ししてみましたけども、皆さんの周りではどんなものが流行ってますか。では、いらっしゃい。